今日はいい天気。朝ごはん食べる？ユウジ、まだお眠？翔子、携帯取ってくれ。もしもし、警察ですか？不法侵入です。キサラギグランドパークのプレミアムチケット、どうしてそれをお前が？優しい人が全員てくれた。俺が知ってる人間でそれを持ってるのは秋久くらいなんだが。特別企画のウェディング体験。はい、もしもし、どちら様ですか？お前を殺す。え、誰？何？もしもし。お、はーい。お久しぶりですね、アキくん。姉さん、電車に乗るとその窓には汗だくになった姉さんが映っていたんです。うんうん、会うのが肉親とはいえ身だしなみには気を使うべきです。汗だくの姿を見せたくありません。うん、そこで汗を何とかするために吸水性の高いバスローブに着替えたのです。はい、そこおかしいよ。私より吉井の方がメールが多い。それがどうした？つまりユージの浮気相手は吉井。なわけあるか！ユージの家に泊めてもらえないかな。今夜はちょっと帰りたくないんだ。おい待て、翔子。これでよしと。この器用さだと坂本くんか土屋くんですか？正直に言いなさいよ。誰に作ってもらったんですか？もう想像に任せるよ。今日は帰りたくないんだろ。そんなに汚れちゃってるの？信じたくないです。嫌いだ、ヒロシ君。何を想像したの？ていうか、なんで久保君までいるの？バカな子ほど可愛いと。諦めろ、アキッサ。この人はお前を世界で一番愛しているぞ。それって僕は世界一バカって思われてるってこと？うちだってアキのこと世界で一番バカだって思ってるから。私だって世界でヨシイ君以上にバカな子はいないと確信しています。やめて、みんなで僕のガラスのハートを傷つけないで。本当にバカなんじゃない？お前までどういうつもりだ、秀吉。何のことでしょう。私はキサラギグランドパークのスタッフでございます。お客様の知人とは縁もゆかりもございません。あくまでも白を切るというなら。おっと、手が滑りました。そこまですることだいたいあいつらどういう手で忍び込みやがったんだ。ユージ、照れてる。関節決められて照れる男がいるか。でも恋人は腕を組む。この体勢が恋人に見えるか。ねえねえ、そこのラブラブなカップルのお二人、ほら恋人に見えてる。明らかにそいつの方が変だろ。誓約書。私坂本雄二は霧島翔子を妻として生涯愛し、苦楽を共にすることを誓います。ペンはこちらです。雄二の実印。主肉はこちらだよ。俺だけか？この状況をおかしいと思ってるのは俺だけなのか？2枚目はカーボンで婚姻届になっております。気が利いている。聞いてねえ。じゃあ問題だ。聞きやこれ。ヨーロッパの首都はどこだ？おめでとうございます。坂本雄二様、翔子様にキサラギグランドパークウェディング体験をプレゼント。合言葉は性欲を持て余す。よし、ブツは現生と引き換え。秀吉のウェイトレス生写真。あ、生きててよかった。これビデオカメラと送信機。これを召喚獣に持たせれば中が見えますね。頭いい、むつりに。よくこんなもの持っておったな。何に使うのじゃ。うっ、別人を責めないで。本当はいいやつだ。ただちょっと、まだ何も言っておらんのじゃ。アキッサはお得意さんだからな。バカです、うん、
よし、うん、保健室に行ってきなさい。僕が勉強してたらおかしいんですか？忘れてるって言ったら怒る？いいえ、怒りませんよ。よかった。いやー、すっかり怒らない代わりに中をします。すっかり覚えてます。しかもお嫁に行けなくなるほどすごい中をします。実の弟に何をする気？安心してください。お嫁に行けなくなるのは姉さんなんです。安心できないよ。言われたくないのでしたら一つでも苦手科目を克服してください。ち、姉さんだって苦手科目あるのに。何です？それは料理。それは勉強に関係ありませんよ。でも生活には必要だよ。まあ勉強ばっかりで他のことが空きしも。アキ君の口を宙で塞ぎます。僕が悪かったです。家宅捜査今日はとにかくダメなんだよ。そう、散らかってて。お片付けお手伝いします。いや、でもそうだ、女の子が触りにくいものが散らかってることにすれば。散らかってるのは偽時のエロ本だから。片付けます。全部処分するから任せておけ。しまった、ものすごい逆効果。いきなりフォローできないものが。以上ない物的証拠ね。殺したいほど妬ましい。ダメじゃないですか、ヨシイ君。このブラ、ヨシイ君にはサイズが合ってませんよ。認めない気だ。それでは参考書をどうぞ。ベッドの下から6冊見つけました。僕のトップシークレットが。アキ君にはマイナス60点を課します。それって1冊10点ってこと？いいえ、姉萌え本がなかったからです。理不尽すぎる。どうしたのじゃ、ムツリーニ。あと1994冊は。本気にしてたんだ。まったく、アレクサンドラス大王君ったら。名前の欄に1問目の答えを書いて以後は全部ずれたわけですね。どうか本当の名前を呼んでください。誰よ、三世君。あ、これ以上僕を恥ずかしめないで。ブラまで、しかもフロントそんな風になってるんですね。みずき、あんたフロントホック知らないの？私のサイズにはないんです。大きすぎて金具が持たないとかで。あ、そんなことないわよ。金具の作りもしっかりしてるし、フロントホックがまたらしいよなんて誰が決めたの？大きすぎて。あれってやっぱりユージへのラブレターなのかな。でもユージには霧島さんがいるし。私にくいよね、やっぱり。すみません、字幕が出ると私の出番が減るのです。第12問、小説や劇など物語でめでたく解決を迎える最後の場面を何と呼ぶでしょう。ラスボス戦。経験値が足りません。食べてる動画も用意しました。なんで動画？つか姉さん一人でステーキ食べたの？大変だったんですよ。お腹がいっぱいだったのに頑張って食べたんですから。だったらこれを僕に食べさせてよ。アキ君は大胆ですね。違う、僕が食べたいのはこっちじゃなくてこっち。さすが A クラスだな。この計算ってどうやって解くんだろう。見せてもらえますか？計算なら得意よ。これ答えは出ないはずですよね。この掛け算はうちには解けない。姫路さんと南が解けない数式だなんて、やっぱすごい人だね。海月学園の試験は問題数無制限だが、次第に問題が難しくなる。ということは序盤で勝敗が決まる。秋久くん、それでは始めます。頑張れ秋久。ユージ、俺はお前なら勝てると信じてる。お前も自分の力を信じてベストを尽くせ。ファイトだ。自分のことがかかってると素直に応援するんじゃな。だからわしは男じゃ。もう着替え終わり。演劇部で早替えの練習しておったからな。これくらいあっという間じゃ。なあ、何するんだムッツリ。そういう作戦なら先に行ってほしい。取れなかったのよっぽど悔しかったんだね。勝負が終わったらすぐハネムーン行こか。ユージ、子供は何人欲しい？秋久てめえ、何があってもかて絶対に負けるな。翔子、お前も手加減しろ。私覚えてる、ユージは手を抜くなと言った。行くぞ俺の人生。
僕が負けるの決定なんだ。第1問、以下の意味を持つことわざを答えなさい。得意なことでも失敗してしまうこと。この問題なら簡単ね。アキッサがよっぽどのバカでない限り最初でつまずくことはないはずだ。もうつまずいとるぞ。何？アキ？アキッサ、あの野郎、勝負を投げやがった。いいえ、違います。あれは、これはストライカーシグマ5。いけー、やめろバカ。